多摩都市モノレール高畑不動駅側の外観、京王高畑ショッピングセンターは、京王電鉄が、京王線高畑不動駅の駅ビルで運営する、ショッピングセンター。高畑不動駅の京上駅社化により、駅ビル、京王高畑ビルが建て替えられ、2004年12月7日に、開業した。高畑不動駅の駅舎と一体になっており、3階の、生端に改札口がある。 2007年3月28日のリニューアルオープンに伴い3階に駅東西自由通路が開設した。京王線と多摩都市モノレール線の乗り換え通路としての役割も果たし乗り換えの利便性が向上した。キャッチコピーはウェルカムトゥー美味しい毎日。3棟の建物に分かれているが連結され1棟の建物のようになっているため各館を呼び分けることはない。 二階に、日野市役所七尾支所があるほか、一階には、日野警察署高畑不動駅南口交番が設置されている。毎月28日から30日は、高畑サンクスレーズとしてセールを行っている。他の慶応グループの商業施設と同様、慶応グループの店舗が多く出店する。店舗により営業時間が異なる。店舗一覧と、 各店舗の営業時間など詳細は公式サイトを参照。ありがとうございます。